2012年 J プロツアー第6戦 JBCF 栂池高原ヒルクライムが長野県栂池高原特設ヒルクライムコースで開催されました。今にも雨が降り出しそうな午前9時、過酷なヒルクライムレースに国内トッププロ97名がスタートしていきます。レース序盤の急勾配区間で集団は縦長の展開となります。旅館街を過ぎて先頭集団が形成されます。島野レーシング平塚選手、チーム右京加納選手、宇都宮ブリッツェン増田選手、飯野選手、バックスレーシング菅野選手の5名。ほどなく雨が降ってきます。バックスレーシング菅野選手が交代、先頭は4名に。先頭4名はローテーションをしながらゴンドラ中間駅を過ぎて管理用道路へ入っていきます。管理用道路へ入ってほどなくしてチーム右京加納選手が交代、先頭は島野レーシング平塚選手、宇都宮ブリッツェン増田選手、飯野選手の3名。先頭の3名は均等に回していき後続との差を広げていきます。残り7キロ地点を過ぎたところで島野レーシング平塚選手がアタック。しかし宇都宮ブリッツェンの2人が冷静に追走し間もなく吸収、再度3名の先頭を形成します。続いて残り5キロ地点、わずかな平坦区間で宇都宮ブリッツェン増田選手がアタック。アウターギアのまま一気に加速していきます。増田選手のアタックは成功、後続を大きく引き離します。その差は約30秒。島野レーシング平塚選手も宇都宮ブリッツェン飯野選手を引き離し単独でトップを追走します。その後も宇都宮ブリッツェン増田選手はペースを落とさず後続に28秒の差をつけてゴール。昨年の同大会に引き続き2連覇を達成しました。優勝は宇都宮ブリッツェン増田選手、 J プロリーダーの証ルビーレッドジャージも獲得。2012年 J プロツアー第7戦 JBCF 富士山ヒルクライムが静岡県小山町にある富士あざみラインで開催されました。湿ったぬるい空気が立ち込める中、午前10時90名のトップライダーたちが過酷なヒルクライムに挑みます。まず先頭にはシエルボナラの澤田選手、島野レーシング平塚選手、チーム強加納選手。その後バックスレーシング長沼選手らがペースを上げ10名ほどの先頭集団が形成されます。さらに宇都宮ブリッツェン増田選手、飯野選手、イナーメアイランド信濃山形 JPT 森本選手がペースを上げていきます。 2.5 キロ地点までには宇都宮ブリッツェン増田選手、飯野選手、イナーメアイランド信濃山形 JPT 森本選手の3名が抜け出します。宇都宮ブリッツェン飯野選手が交代してしまいます。そしてコースレコードを持つ稲雨森本選手と昨年の覇者ブリッツェン増田選手の2名の戦いになります。先頭の2名はペースを崩すことなく後続との差を徐々に広げていきます。レース中盤ペースを維持する稲雨アイランド信濃山形 JPT 森本選手がやや先行します。宇都宮ブリッツェン増田選手もペースを崩さずあえて差をつけたまま追走、その差はわずか5メートル。2名の差は少し拡大、約10メートル。増田選手が森本選手に合流、再度激しい攻防が始まります。ここで森本選手が初めて後ろを振り返り増田選手との距離を確認します。レースも残り 2km、 ここで宇都宮ブリッツェン増田選手が渾身のアタックを仕掛けます。宇都宮ブリッツェン増田選手のアタックが決まり、追走する稲雨アイランド信濃山形 JPT 森本選手との差は 30m にまで開きます。増田選手はさらにペースを上げ森本選手との差の拡大を狙います。その差12秒。
残り 500m、 先頭は宇都宮ブリッツェン増田選手。しかし稲雨アイランド信濃山形 JPT 森本選手も徐々に差を詰めていきます。観衆の大歓声を受けながら最後のカーブを登る宇都宮ブリッツェン増田選手が昨年に引き続き今大会2連覇、さらに JPT 連勝を飾りました。優勝は昨年同大会からの2連覇となった宇都宮ブリッツェン増田選手。おめでとうございます。2012年 J プロツアー第8戦 JBCF 東日本ロードクラシックが群馬県みなかみ町にある群馬サイクルスポーツセンター 6km サーキットで開催されました。はい、頑張る。太陽が昇りきった12時ちょうど、歴史ある東日本ロードクラシック 150km の戦いが始まります。レースはスタート直後からアタックの応酬に。まずは10名ほどが先行します。2周回目、島野霊春が阿部選手のアタックをきっかけに13名の逃げができます。さらにその後3名が合流し、16名の比較的大きな戦闘集団が形成されます。主要チームの多くが乗った逃げに対してメイン集団はそれを容認。落ち着いた展開で先頭との差は徐々に開いていきます。先頭の16名は高いペースのまま進行し、メイン集団を引き離していきます。先頭とメイン集団との差が2分ほどになったところで、宇都宮ブリッツェン福原選手、ボンシャンス飯田ワンインチー選手、稲雨アイランド森本選手、グルップワーク頭飯島選手が集団から飛び出し追走を開始。追走の4名からグルップワーク頭飯島選手が交代し、追走は3名に。一方メイン集団はキャノンデールスペースゼロポイントがコントロール。先頭からメイン集団までの差は5分近くまで拡大。14周目、追走3名のうち宇都宮ブリッツェン福原選手、稲雨アイランド森本選手が2分以上あった差を詰めて先頭へ合流。ここまでで先頭16名とメイン集団との差は5分以上となり、追い上げるには厳しい状況となってしまいます。審判団から警告が入り、ペースアップを開始。宇都宮ブリッツェン増田選手、島野霊春が畑中選手など有力選手がペースアップのために動くも、後が続かず思うように差が縮まりません。メイン集団がペースアップを始めた17周目、逃げ切りも現実的になってきた先頭集団でもアタックが始まります。先頭集団からやや抜け出したのは島野霊春阿部選手、稲雨アイランド信濃山形 JPT 森本選手、ブリヂストンアンカーアンダー23椿選手、宇都宮ブリッツェン広瀬選手。18周回目に島野霊春阿部選手、ブリヂストンアンカーアンダー23椿選手がアタックし逃げを決めます。先頭は2名のまま20周回目へ突入していきます。先頭2名を追走していた8名のうち4名で先頭を吸収、6名の先頭集団に。島野霊春阿部選手、鈴木選手、入部選手、宇都宮ブリッツェン広瀬選手、ブリヂストンアンカーアンダー23平井選手、椿選手。さらに上り区間で島野鈴木選手がペースを上げ、ブリッツェン広瀬選手、ブリヂストンアンダー23平井選手の3名が抜け出します。先頭と追走との差はなくなり、序盤から逃げ続けた9名が最終ラップを迎えます。ここで島野霊春阿部選手がアタック、すぐに反応した稲雨森本選手が追走。最後の心臓破りの坂でブリヂストン井上選手が仕掛けるが、島野鈴木選手がかわします。さらにブリヂストンアンダー23平井選手が反応しまくりに行きますが、インガーからブリッツェン広瀬選手が一気にかわしてゴール。たくさんのサポーターの前で雄たけびを上げて優勝を飾りました。2012年 J プロツアー第9戦、50年以上も歴史のある大会 JBCF 西日本ロードクラシックが広島県中央森林公園特設サーキットコースで開催されました。レースは 12.3km を12周の 147.6km で行われます。雨も上がり、路面も乾き始めた午前11時30分、
過酷な4時間の戦いがスタートします。2周回目に入ってからはマトリックスパワータグを中心にアタックがかかり、動きがさらに活発化します。2周回目、上り区間で宇都宮ブリッツェン中村選手、マトリックスパワータグ安原選手がアタック、集団から飛び出します。先頭の2名とメイン集団との差は15秒。メイン集団を引くのは好調な稲雨アイランド信濃山形 JPT 森本選手。3周回目、先ほどまで逃げていた2名は吸収され、一度13名の先頭集団が形成されます。さらにそこから4名の逃げが決まり、4名の先頭集団を再形成。メイン集団は鎮静化し、先頭4名との差は約2分まで拡大します。7周回目、メイン集団から4名の選手、宇都宮ブリッツェン中村選手、福原選手、マトリックスパータグ向井川選手、パール泉住田ラバネの戸川選手が追走を開始。さらにマトリックスパータグ久保木選手も追走を開始。先頭は変わらず4名。第2集団追走4名もペースを上げて先頭を追います。久保木選手も単独で追います。先頭とメイン集団とのタイムギャップは2分前後を推移。第2集団は徐々に先頭との差を詰めていきます。9周目に突入してすぐ、先頭4名に追走4名が合流、8名の先頭集団を形成します。先頭8名はペースを維持したまま10周目へ突入。メイン集団との差を最大で2分45秒まで開きます。レース終盤に入り、メイン集団も活性化し、宇都宮ブリッツェン増田選手、初山選手、飯野選手、マトリックスパータグ安原選手が飛び出します。さらにキャノンデールスペースゼロポイント鈴木選手も合流し5名に。この追走5名の超攻撃的な動きにより先頭との差はみるみる縮まります。後方の動きを察知した先頭集団は攻撃を再開。チーム右京加納選手のアタックをきっかけに8名から3名が抜け出します。チーム右京加納選手、宇都宮ブリッツェン広瀬選手、中村選手、さらに先頭に宇都宮ブリッツェン福原選手、マトリックスパータグ向井川選手も合流し、5名の先頭集団で最終ラップへ。最終ラップの上り区間に入ったところでチーム右京加納選手がアタック。ブリッツェン中村選手が即座に反応しカウンターアタック、一気に加速し単独で飛び出します。単独でトップを走る中村選手は足を緩めることなく攻撃を続け、後続を引き離します。最後のストレートに入ると大歓声に包まれた中村選手が最終的に2位以下に30秒以上の差をつけ、2010年の松川ロード以来2年ぶりとなる優勝を勝ち取りました。ありがとうございました。